皆さんこんここにちは私のチャンネルへようこそ元横綱白鵬の宮城の親方が率いてきた宮城野部屋だが弟子の北西方引退の暴力事件により閉鎖となり3月場所後に同じ一門の伊勢ヶ浜部屋へ親方力士らが転席その後も南極が続き7月場所を前に崩壊危機を迎えているとの懸念の声も上がっている。 転席前の宮城野部屋には所属力士が20人いたが、転籍時点で1人が引退。その後の5月場所では残り19人が番付に乗っていたが、そのうち10人、放課後、大谷、前方、綾尾、来宝、川添、竹陽、竹丸、錦織、炎鵬が休場する事態となった。相撲担当記者が言う古参力士はじめ、 宮城の部屋所属だった多くの力士が引退の意向といわれていた。実際、5月場所後に宝花法、大谷、全法、竹丸と4人の力士が引退した。場所中も伊勢ヶ浜部屋で生活をしておらず、引退の意向だったという。4人の中でも特に宝花法は、白鵬の現役時代から付け人をしており、白鵬からの信頼も絶大だった小三力士。母がモンゴル人の全峰。 日大とのパイプで獲得した大谷など、いずれも白鵬を慕って入門した力士ばかり。伊勢ヶ浜親方、元横綱朝日富士の忠告を受け、白鵬は弟子たちの実家へ挨拶に回ったが、引き止めることはできなかった。部屋復活を信じる力士たちも、旧宮城野部屋の力士は15人に減ったことになる。相撲担当記者が続ける。 もともと伊勢ヶ浜部屋所属の孫富士と日大の同期で、怪我で西序2段23枚目まで落ちた川添は再起にかける方向だし、5月場所は新型コロナに感染して中日から途中休場した白鵬鵬も、千秋楽に再出場して幕下との入れ替え戦で勝利して重量を守った。3月場所に幕下再改革で初土俵を踏んだ松井、鳥取城北高は宮城野部屋に入門した直後に事件が起きたが、 玉垣親方、元小結び、友の花、合志賞代行となった同場所で5勝2敗と勝ち越し、3月場所が前相撲だったモンゴル人力士の清白鵬も5月場所に6勝1敗で序ノ口の優勝決定戦、敗退まで駒を進めるなど、部屋に力士が溢れかえる過酷な環境でも宮城の部屋復活を信じて土俵に上がる力士もいる。ただ、 心配されるのが昨年7月場所から全休が続いている遠方だという。次の7月場所では西序ノ口13枚目まで番付を落とすことになった。3章受賞経験者の序ノ口転落は3人目。重量だった昨年5月場所で脊髄損傷の大けがを負って寝たきりの状態での長期入院となった。リハビリを経て土俵に立つところまでは来たが、本格的な稽古もできない状態だ。 石浦、現、間垣親方、とともに旧宮城野部屋の小兵力士として活躍したが、石浦も引退して部屋付き親方となっている。炎鵬も引退したいところだが、教会に残るための年寄り下部襲名の条件として最高位が小結び以上、幕内通算在位20場所以上、関取重量以上、通算在位30場所以上という規定があり、最高位が東前頭4枚目で、 財位は9場所という遠法は満たしていない関取財位も29場所と規定に1場所足りない状況です前で相撲担当記者炎法に特例は適用されるのか炎法はこのままでは年寄り株を襲名して親方として教会に残ることができないわけだが各界には法選山ルールと呼ばれる特例もある教会関係者が説明する 関取在位28場所以上なら保証人を立てて、名跡の保有者、師匠の願書があれば理事会で、襲名の是非を決定するというもので、過去に法泉山、現竜田川親方と天海法、現北陣親方が特例で親方として残っている。炎法にも特例適用の可能性があるが、過去の適用ケースはいずれも保守本流の出羽の海一門。 弱小一門で執行部から目をつけられている旧宮城野部屋では理事会で認められないだろうし、その前に白鵬でも取得に苦労した年寄り株を手に入れるのも難しいのではないか。幕内経験者が序の口まで番付を下げた後に関取復帰を果たせば史上初となるが、これも厳しいという見方がある。若手親方の一人はこう言う。相撲協会は首の怪我にナーバスになっている。 2021年3月場所で3段目の力士が取り組み中に首を負傷して緊急搬送後、病院で亡くなった。教会では審判規則を変更して脳震盪などで相撲が取れないと判断すれば不先輩などにして、首に持病を持っている力士には休場を進めるなど厳しく対処している。部屋で稽古も満足にできない遠方は土俵に上がれないのではなく、教会が上げないのだとも言われている。 旧宮城野部屋の力士たちのリーダー的な存在は石浦と円鵬という二人の元関取だった。石浦は引退して部屋付き親方に就任したが、もう一人のリーダーである円鵬が引退となれば旧宮城野部屋の結束が一気に崩れる懸念もある。相撲協会では一門の理事である浅霞山親方、元大関、海洋、と伊勢ヶ浜親方から、宮城野親方の状況報告を受け、 旧宮城野部屋の閉鎖を継続することを決めている6月14日には超党派の大相撲の発展を求める議員連盟議連会長平沢勝栄が総会を開き部屋が閉鎖となり伊勢ヶ浜部屋へ転籍した宮城野親方の処分解除の要件などを提示すべきと協会側に申し入れていますただこの申し入れによりすぐに事態が大きく動くとは考えにくいのではないか前出 相撲担当記者旧宮城野部屋をめぐる問題は今後どのような展開を見せるのかどう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。